はい、お疲れ様です。今日もね、アルケランド動画撮っていきたいと思うんですが、今日やっていく内容はですね、ショップで買うべきものですね。で、これ月末にね、この動画上がってると思うんですけど、月末が要注意なので、ちょっとその点に関してもちょっと話をねしていきたいと思いますので、ぜひね参考にしていただけるといいかなというふうに思います。で、ショップに関してはですね、5つの枠組みっていう風になってると思うんですけど、まあおすすめってあって、ここにまあ一応ね、まあいろいろおすすめってあるんですけど、まあこれは課金ですね。で、月パスが一番右側にあるんですけど、まあこれも課金ですが、まあ自分はね、ダイヤの祝福だけ、これ毎日ね、ダイヤがゲットできるということで、以前ね、ショップのあの効率みたいな表を作って動画上げたんですけど、非常に効率はいいので、まあダイヤ欲しい人、うん、これ買うのが、まあ課金ができる人はですね、非常に効率がいいので検討するといいかなと思います。で、チャージに関しては自分ね、あの前回のシャーロットのガチャの時にこれね、一番右側だけ買わざるを得なかったので買ってますが、まあここもね、ダイヤが買えるということですよね。これ課金ですね、はい。で、パックとアイテムってところで、このパックの方も課金かな。ただこの今日のおすすめのところにこの無料のね、これがあるので、まあこれはまあもらいましょうと、はい。いろんなものがもらえるのかな、その日によるのかな、はい。で、この辺は全部課金ですね。で、ギルドも立ち上げるのに160円かかるのですが、まあ自分一番最初にね、これ買ってギルドを立ち上げました。妖竜王のタイムマシンっていうギルドなんで、まだね、空きありますから、もし興味がある方はですね、申請していただけるといいかなと思います。はい。で、本題がですね、ここのアイテムのところですよね。で、ここで何を取っていったらいいのかっていう話をしていきたいと思います。で、まずダイヤなんですけれども、まあ、ここで買うのは、まあ、今ね、金貨はほとんどね、足らなくなってないんですが、多分これ、ルーン原生とかをガンガンしていくと、なくなっていくと思います。まあ、じゃあダイヤで金貨買うのかって話になるんですけど、その時の追い込まれ方によるのかなと思うので、先にね、行ってルーンの厳選の時にどんだけこの金貨が足りなくなるのかっていう話ですよね。まあちょっとまだそこは直面していないんですけれども、まあ基本的にダイヤで金貨っていうのはちょっと考えにくいかなと今の段階では思ってます。うん、で、やっぱり無課金もそうですけど、この鍵ですよね。で、武器ガチャの方はいいんですけど、典型の鍵、うん、これは1枚買っても10枚買っても割引率とかはないので、どっちでもいいんですけれども、まあ、ダイヤがね、88で1回ガチャが回せると、いうことですので、まあ、これはね、ダイヤはしっかりね、貯めて、大切にするのがいいのかなと思います。これ、新痕跡ってこれちょっと分かんないんだけど、絆が10になると、火炎で英傑に渡すことができる。これ渡すとどうなんですかね。英傑との契約に必要な道具、絆の証。まあ、絆が10になったら考えましょうって話ですね。ちょっとまだ不明ですね、これはね。はい。で、こっからですね、まずギルドのところね、これギルドと名声も同じかな。これを使う。名声を使って交換するんですけど、まあ、ギルドのところで買えるべきは、こう見るとね、これ全部アビリティ素材とか装備素材とかが1、2、3、4、5かな。うん。5段階あって、まとめてパックで売ってるんですよね。確かこれ好きなのに変えられるっていう形ですね。だから素材が足らなくなった場合に、もうちょっと、まあ、あのスタミナもなくて周回できない、でも素材どうしても欲しいって時に買うんですけど、あんまいらないですねこれね、うん、それよりも何よりもこのケージのかけら、これがめちゃくちゃ重要ですね。これ10個でケージの原石に合成できるということで、このね、ケージの原石とかその辺がね、全然足らないんですよね。なのでこれは絶対買った方がいいんですけど、これね、今月10回購入可能ってことになっていて、月に10個買えるんですよ。だから月に、今6月にこれ取ってますけど、6月中にこれ取らないと損なんですよね、10回分。だからこれまだ買ってないっていう人はまだ月末なんで、これをしっかり買いましょう。はい、これ10個ね、買えるだけ買っていいと思います。で、名声の方で買うべきものは、まあここで買うべきはね、やっぱりこの鍵、これは鍵は買っていいと思うんですけど、これ典型の鍵だよね、うん、これは買っていいと思うんですけど、あとはケージの原石、ただこれね、1回購入可能ってなってますが、マイナス 56% で9900と高いんですけど、これは後回しで、さっきの今月10回購入可能が終わって、それでもまだ余裕がある場合にこの9900を買いましょう。うん、これね、1回購入可能だから、制限ないんですよ。いつ買おうが1回だけだと思う。うん、だから、
この今月10回購入可能をしっかり買った上で買わないと、これはめちゃくちゃ損です。だからここだけ注意かな。はい、なんならね、翌月の名声がどんだけ貯まるんだろう、月に名声がどんだけ貯まるかって分かんないけど、余裕で貯まるかな。これ10回でしょ、1800、1万8000だよね。1日いくつ貯まるんだろう、1700、800貯まる、ちょっと分かんないですけど、これが、まあ、これを買っちゃって、例えば翌月の名声が足らなくて、翌月のこのケージのかけら10個は買えないみたいな、それも寒いからね、ちょっとこれ焦らなくていいですね。ケージの原石のこのマイナス 56% を買うのはちょっと、落ち着いた段階で買うのでいいと思います。全然焦らなくていいですね、はい、で騎士の方ね、騎士の方はこのね、まあ、鍵あるんですけど、装備の鍵もあるんだよね。これね、今週2回購入可能だから週で買えるんですけど、まあちょっと後回しかなって思っていて、それよりもね、この今月の2回購入可能のランダム SSR 装飾、これ熱いと思いますね。月に2回ランダムの SSR 装飾っていうのがあるから、これは買うべきかなと思います。でこれも同様で、マイナス 54% の1回購入可能の SSR 装飾、ランダムのやつが一番前に来ているんですが、この後ろの方に今月2回購入可能っていうのがあるので、できればこっち買った方がいいですね。できればじゃないか、うん、月に2回しか買えないから、これは買った方がいい。ただこの英雄の証、これなかなかたまんないんですよね、うん、だからこれ2つも買う余裕あるかなってちょっと感じなんですけど、まあでもこのランダム SSR 装飾って熱いので、月に2回購入をしっかり生かすっていうのは重要かなと思いますね。で賢者の石、これはどこで手に入れるかっていうと、カジロで SSR 装備を分解することによって得られます。ここのカジロの合成と分解があって、分解のところで SSR 選ぶと150だ、賢者の石が150、分解できます。だから SSR 装備がいらなければ、この150の賢者の石に分解できるということなんですが、じゃあなんで分解する意味あるのって話になると、ここでさっき1個 SSR を分解すると150なんで、750貯めるとこの幻の雫が手に入ります。幻の雫は750だから5回 SSR の武器を分解するとこれが貯まるという形なんですけど、同盟素材の代わりに SSR 武器をランクアップさせることができます、専用武器以外ということで、これが強いんですよね、うん、だからお気に入りの SSR 武器を凸していく素材になるので、まあ気に入らない SSR 武器もね、うん、必要で、やっぱりあそこのカジロのところで分解することによって、ここの賢者の石でね、これを交換することができますので、これも重要かなと思いますね、はい。でこれもランダムの SSR 装備、これランダムだから、どこの部位かは不明ですね、はい。であとはこの造形の霊石、これはカジロで合成できるんですよね。逆に言うとこのカジロのところで合成っていうのができて、造形レシピってありますけど、 SSR の武器を、これ合成するのに、このね造形の霊石が60個かな、うん、60個あると、お金を使うことによって何でもいいから SSR の、武器が手に入る。で造形のレシピ兜っていうのは自分持ってるんだけど、それプラスここのフェリーの視点で買える、造形の核ね、兜の核、うん、だからこれ鎧の核とかもあるんですけど、それを1個手に、加えることによって、兜の SSR が出るということなので、このね造形の、霊石、これも、ね、結構重要ですね、はい。でこれが約束の地のフェリーの視点で交換なので、フェリーの視点のレベルもね上げることが重要です。やっぱりねこれね、今自分レベル2なんだけど、3になるとさっきの造形のなんだっけこれね核がゲットできるようになるから、フェリーの視点もやっぱりコツコツ上げていくことが重要かな。序盤はねこの SSR の武器を合成しようとかってあんま思わないから、まあ急ぐ必要はないんだけど、うん、まあ遅くする意味もないんで、フェリーの視点は上げられる段階であれば、まあ速やかに上げていっていいのかなと思いますね。はい、ということで本日はですね、アルケランドのショップに関してねちょっと話をさせていただきました。月末がね特に重要なので、その辺ねもしこれ溜め込んでいて気づいていない方がいたらですね、検討していただけるといいのかなと思います。はい、それではね本日はねこれで終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。